機動戦士、ガンダム機動戦士、ガンダムザオリジン、機動戦士、ガンダムザオリジンは、やたて、はじめ、富野義行、安彦義和による日本の漫画、および OVA テレビアニメ。大川邦夫が、メカニックデザインクレジットされている。アニメ、機動戦士ガンダムをベースにした、コミカライズ作品ではあるが、設定の見直しや、外伝的エピソードの追加など、 独自のアレンジが施されている。ガンダムシリーズ専門漫画雑誌、ガンダムエース創刊号より2011年8月号にかけて連載された。2014年からは、ウェブコミックサイトのコミックウォーカーにて、フルカラー版が順次無料掲載されている。最終話の掲載号において、アニメ化が発表され、2015年よりエピソードを分けて、制作、公開されている。 詳しくは後日。また登場する、モビルスーツの設定交渉企画として、機動戦士、ガンダムザ・オリジン MSD も展開されている。テレビアニメ、機動戦士ガンダムにおいて、アニメーションディレクター、キャラクターデザイナー、メカニカルデザインのクリーンアップなどを務めた、安彦義和による、同作のコミカライズ作品である。テレビアニメ版を原点としており、劇場版で、 カットされた、ルナー攻防戦や、セントアンジェのエピソードなども描かれている。また、原点での見せ場や、決め台詞などの多くを作中で再現している一方、執筆時点の現実的視点からすると不自然で、あったり、現実世界の変化に合わなくなったりした設定などの変更、新規キャラクターの追加、既存キャラクターの設定見直しが行われている。人類は、 宇宙世紀0 0零1より増えすぎた地球上の人口をスペースコロニーへと移住させることで地球の人口過密状態とエネルギー問題、環境破壊問題を解決しつつあった。コロニーへと移住した人々は、機民と揶揄された一方、宇宙に上がることなく地球に残り住み続けることは、その行為自体が特権的行為とされ、全社をスペースの井戸、 校舎をアースの井戸と呼び分けるようになった。それぞれのコロニーは自治政府が統治する形態を取りつつも各コロニーには連邦軍が駐留し地球連邦を脅かすような大規模な軍隊も持つことが許されなかった。また、コロニーで生産される農産物などの産品は地球連邦への効能を義務付けられた。UC-0057 スペースコロニー軍サイド3のムンゾ大学教授ジオンズムダイ君は、連邦保安局から内乱予備罪で逮捕状が出る身で、学内自治を名目に、大君や過激学生をかくまう政治的同士デギン・ソドザビ学部長の下で保護されていた。サイド3には反連邦の機運が高く深刻なテロも頻発し、学生運動も盛んだった。デギンの調子ギ・レインザビは、 弟のサスロザビ、ランバラルラと共に、ダイ君を信奉する活動家として、連邦政府からダイ君を護衛していた。ダイ君は若い頃からの政治的同士で制裁のローゼルシャダイ君ではなく、酒場で知り合った若い歌姫で愛人のアストラヤトアダイ君との間に男の子をなす。その子こそ、キャスバル・レムダイ君。後に名を変えて、ジオン軍で、 目覚ましい戦果を上げることになるシャーアズナブルは、ムンゾ大学の壊れた、時計塔の隠し部屋で誕生する。血なまぐさい時代を経て、ムンゾ自治共和国の最高責任者議長となった、大君は、君の王と称えられ、彼が提唱した、宇宙移民の中から環境に適応するための、新人類誕生、通称ニュータイプの出現が予言めいた形で、周知される。この学説は、 大君の名声の高まりとともに、主にスペースの井戸の間に広まる。連邦の移民抑圧政策に反発する人々は、熱狂的に大君を支持する。UC-0068、独立運動の象徴たる。大君が、議会での対連邦重要演説中に休止を遂げる。人々は、大君の突然の死に衝撃を受け、大混乱に陥る。求心力を失った。 政治混乱の中、共に同志として、独立運動を支えてきた手銀をいただく、ザビケ一派とジンバラルをいただく、ラルケ一派の清掃が始まる。大君の死について、ザビケは連邦による暗殺説をルフし、ラルケはザビケによる暗殺説をルフすることで、人々は混乱する。キャスバルとアルテーシアソム大君の幼い兄弟は、父の死を理解し、 悲しむ暇もなく葬儀の帰路に半ばボート溶かした群衆に囲まれるが乱はラ,ラルに保護される。これに協力したのはキシリアザビだった。サスロはミスミス大君の意地をラル家に委ねた妹を質問する。その後、ザビ家を乗せた車に仕掛けられた爆弾が爆発しサスロが死亡。同乗していた弟のドズルザビも重傷を負う。サスロの死とザビ家のマスコミ工作により世論は ザビカよりとなり、ラール家は窮地へと追い込まれる。ランバラルは、ラルカでは、アストライアたちを守りきれないと判断。大君の制裁ローゼルシアを頼る。ローゼルシアは、アストライアたちを邸宅に迎え入れるが、実質難禁状態となった。陰謀論に取り憑かれた父、ジンバに対し現実主義者たる息子のランバラルは、ザビ家の権力確立を見越して、大君の維持を、 清掃から遠ざけるため、アストラヤの旧友である、クラウレハモンや、タチオハラと測り、キャスバル、アルテーシアそしてジンバを地球に逃がす三段をつける。こうして、幼くして、実母アストラヤと引き離された、キャスバルとアルテーシアは、地球の資産家、テアボロマスの養子として、エドアウマス、セーラマスと名を変えて育つことになる。アストラヤは、女の嫉妬による過酷な石返しで、 大君帝の塔にある狭い一室に軟禁状態となり若くして病を患い衰弱していく。再度三3の清掃は情報統制に成功したザビ家の圧勝に終わり、ムンゾに残ったランバラルはまさに冷や飯くらいとなる。そして後のジオン公国軍の母体とされるムンゾ自治共和国防衛隊や紙兵集団である保安隊という暴力装置を一族で抑えていたザビ家は 再度三市民を掌握する。その結果、デギンが大君の後継者として、共和国議長となり、さらに一族が、ジオン独立運動の正当な後継者であることを示すため国名を、ジオン共和国と改め、ギレンザビ国民運動部長主導による、対連邦戦争遂行体制の整備が進められていく。独立戦争遂行を史上命題として、 大君の維持に執着しない長兄の議連に対し、キシリアザビ新兵隊隊長は、キャスバルの非凡さを知るあまり、部下たちを使って、必要に動向を監視する。ジンバラルは、エドワウに、ザビケこそ大君暗殺の首謀者だと繰り返し吹き込む。ザビケ一派が油断ならない存在だと子供心にも、理解していた、エドワウはそれを信じるようになる。 やがてジンバは被護者たるテアボロの了解も得ずに、再度ド3で工作を行おうとしたことで、ザビケから資格を送られ、命を落とす。エドワウはどうにか資格を知りけるが、巻き添えで、テアボロは、重傷を負う。地球に住むことも、ままならなくなったテアボロは、友人であるヤシマ財閥当主、シュウヤシマに相談し、再度ドゴルームの観光コロニーである、テキサスコロニーに移住。 そこで、エドワウは、自分とヨシがそっくりなシャア・アズナブルという青年と、知り合い打ち解ける。その後、アストラヤの早すぎる死が、エドワウとセイラに伝えられる。それを境にして、エドワウはセイラも不安を覚えるほどに不敵で、暴力的に表現し、通っていた、ハイスクールでも、その才覚と息の凄まじさを校長に怖がられ、キシリア・ハイカの監視役が付きまとってくると襲いかかって、 喧嘩になるがセイラが生止する。シャー青年は、ジオンの思想に傾倒し、ムンゾの宇宙軍士官養成学校に入学希望し、合格していた。そしてエドワウは、ルームの学校に進学するため旅立つという。キャスバルが、テキサスコロニーを出るという知らせは、キシリア機関の耳に入り、暴殺が企まれる。エドワウは、ムンゾに向かおうとするシャーと同じ船に乗る体を、装って測り、 エドワウとして乗船させ自分は残る。こうして本物のシャー青年は不幸な宇宙船事故でエドワウマスとして命を落とす。すべてを見越してわざと一便を送らせたエドワウはシャア青年から奪った入学許可証でシャアアズナブルと偽って主観養成学校に進学。ザビ家のバシタルガルマザビの学友となる。初代校長はドズルがつき、 式の基品として招かれたのは、連邦宇宙軍総司令であるヨハン・イブラヒムで、ビルだった。エドアウは、シャアとの違いである瞳の色をごまかすため、顔病を理由にバイザーを着用する。ガルマとシャアはそれぞれ主席、自席で、士官学校を卒業。順位に任官する。やがて連邦政府の監視ステーションの職務怠慢が、原因で隕石が、食料生産区画に衝突。 食料という貴重な資源と人命が失われる。この事故を契機に、再度三市民の反連邦感情は顕在化して、大規模なデモとなり、連邦軍はこれへの治安出動を目論むが、シャアはガルマラ士官が悪性たちを先導し拒兵させて、連邦軍中東地を武力制圧する。この作戦時に、旧友の配慮でシャアは後に、おなじみとなるマスクを受け取る。後に、 赤月の放棄と呼ばれる、この事件は、サイド3市民から歓喜を持って迎えられ、連邦軍に衝撃が走る。ガルマは放棄のリーダーとして、サイド3市民から英雄と祭り上げられる。ガルマの責任は溺愛する、デギンの計らいで不問に付されるが、学校長であるドズルは、隕石辞任し、共犯者のシャアは、順位から一兵卒に落とされた上に除隊処分となる。 昇進のドズルは自らを拘束した女性主観候補生のゼナミアを見初めてプロポーズ。彼女と家庭を持ち、やがて長女、ミネバを授かる。シャアは地球に渡り、ギアナ高地に建設中のジャブロー基地で、モビルワーカーの作業員となる。シャアはすでに独立戦争の切り札となる存在に、気づいて、それに向けた準備を進めるのだった。やがてシャアは、母国インドから連れてこられた。 不思議な能力を持つララー・スンという少女と知り合う。デメを予知する能力で、ギャンブラーに雇われていたララーを、シャアは保護し、サイド3に送る。圧倒的な戦力を保持する、連邦軍を相手に独立を勝ち取るには、革新的な戦術とそれを可能にする兵器とが、必要だった。サイド3の科学者トレノフ・ワイミノフスキーはレーダー派に、干渉し、ミサイル等の誘導兵器を無効化する。 ミノフスキー粒子を発見、実用化にこぎつける。粒子散布化においては事実上目視に頼る、近接戦闘を余儀なくされ、そのための兵器として作業用のモビルワーカーを軍用化した、モビルスーツをミノフスキー博士が技術顧問を務めるジオニック社が開発することになる。士官学校校長の傍らドズルは、開発計画に携わることになり、不遇をかこつ骨乱暴なるの抜擢を思いつく。 ラルは、後に黒い三連星と呼ばれることになる、ガイア、マッシュ、オルテガと共にテストパイロットとして、モビルスーツの実用化実験に参加する。ギレンは視察して、兵器としての実用性を、疑い予算カットを宣告するが、ミノフスキー博士の言葉で考えを改める。そして、表向きは存在しない、ダークコロニーにて行われる、民間船舶の軍用艦化作業と、並行し、 モビルスーツの開発にも成功する。地球から帰還したシャアは、地球でのモビルワーカー操縦経験と、元カシカンという肩書きでドズルに接近し、ラルや三連星に遅れて合流する。一方、連邦側でもジオンが行う、モビルスーツ開発計画は察知していた。アナハイムエレクトロニクスのモビルスーツ開発部門に、当たる RX 計画担当技術社員であり、 ミノフスキーの弟子テムレー部長はすでに MS ガンキャノンを開発し、連邦軍は月面基地に先行配備していた。やがて軍事大国化していくジオンへの危機感を抱いたミノフスキーはジオンと他元を分かち連邦へ亡命することを決意する。博士の亡命をめぐりキシリアも暗躍。この際に行われた史上初のモビルスーツ戦である月面スミス海の戦闘において、 シャー、ダル、三連星の五人が登場するプロトタイプザクは圧倒的な機動性能を誇り、わずか5機で連邦のガンキャノン部隊12機を壊滅に追い込み亡命に失敗したミノフスキー博士は死亡。テムレイが手掛けたガンキャノンは寒布なきまでに叩き潰されたものの、この戦闘を教訓として機動性能と火力を合わせ持った新型機の構想を力説。 これに応じた連邦軍政府組のトップであるコップ大将は試作機開発に計画段階で頓挫しているサイド7の使用許可を出す。こうして本作の主役機となるガンダム開発計画は始動した。テムレイは妻のカマリアを地球に残し、一人息子のアムロレイを連れてサイド7に移住する。他方、周屋島は陶器大将である。 コロニー建設計画が父としている現状に行を、煮やし、再演として、父の期待を受け秘書代わりの娘未来や島を、連れ現場であるサイド7ナナに移住する。軍事機密保持のため、民生用に偽装しているサイド7ナナには彼らの他にも、民間人が移住。アムロアおせっかい焼きの隣人フラウボーや、柔道少年のハヤトコバヤシ、コンボイレーサーで不良少年のカイシデンらと知り合う。たちは、 ハヤトやシブル・アムロも連れ、建設中とされる区画に潜入。そこが、軍用区画として使用され、アムロが、軍族の子で、自分たち純粋な民間人とは違うと見せつけられる。u c 0 0 7 9デギン議長は、広告制を指揮、ジオン広告と解消し、自身は国王を名乗ることで、旧文族共和国における、ザビ家の事実上の世襲支配を宣言。 総水職についた議連は、新生ジオン公国の全権を握り、地球連邦への戦線を布告。その手始めに、ハンジオンのスペースコロニー共和国軍の制圧に取りかかる。まず、抵抗するサイドに発展自治共和国の首都島アイランド、イフィッシュの市民を毒ガスにより虐殺し、その多くの市民の死体を乗せたコロニー自体を、連邦側の軍機関の中枢ジャブローに向けて、 落下させるブリティッシュ作戦を実施する。連邦軍の迎撃を受けて3つに分裂したコロニーは当初の目標を外れるも地球の主要都市などに落下し、結果として地球総人口の約半数を葬り去る。ジオン独立戦争の余波はテキサスコロニーにも及んでいた。ハンジオン派の市民たちはボートとかし、マスケを襲撃。テアボロは振動がたたり命を落とし、 セイラは自ら銃を取って、防戦に努める。その少し前、ルームで極秘裏に、セイラに接触したたちは死んだはずのキャスバルが、シャア・アズナブルとして生きていることを示唆。セイラは、養父の人脈であるヤシマイエを頼り中立コロニーで、あるサイド7に赴くことになる。次なる標的とされた、サイドゴルーム自治共和国近郊での艦隊決戦ルー、無戦役において、 午前会議の情報レベルにリークするという手段で、連邦軍を欺き、ドズル中将の指揮する主力艦隊は、おとりの艦隊を犠牲にした戦略とモビルスーツを巧みに利用した戦術により対象し、三連星の働きで、連邦宇宙軍総司令官レビルを捕虜とすることに成功する。この戦いでシャアは抜群の功績を上げ赤い彗星と称されるようになる。 連邦とジオンの間で事実上の講和会議である南極条約締結交渉が行われる。先のコロニー落としが全地球に及ぼした甚大な被害とルーム戦役の戦果を背景としたジオン優位の講和会議にキシリアは戦争推進派で地球通の幕部中将を全権大使として送り込む。一方、和平を期待するデギン候補は密かに交流中のレビルと接触し、 連邦軍内での和平工作に協力を要請して彼を逃がす三段をつける。だが、レビルはエルラン中将の働きかけで文蔵を脱出。南極で講和条約締結がなろうかとしている矢先に連邦側に戻ったレビルは戦争の継続を主張する大演説、ジオンに兵なしを行い、連敗続きの連邦軍を鼓舞。講和は事実上保護となり、南極条約はあくまで、 戦時協定となり、双方は、聖冠戦争の継続を選択する。南極条約締結後、聖中圏の大半を握った、ジオン公国側は、幕部を総司令官とする、地球振興部隊を降下させ、地球攻略戦を開始する。しかし急速に戦線が拡大する中で、国力に乏しいジオン公国軍は、地球圏での情勢に即応した対応が取れないまま、戦争は、 高着状態へと陥る。このような戦局の中、モビルスーツの戦術上の重要性に直面した、連邦軍側は、サイド7での新型機開発計画を推進。MS 運用母艦である、ペガサス級巡洋艦の就航にこぎつける。艦長は、予備役に退いていた老将パオロカシアス。若く未熟なクルーたちを従え、ジャブローからサイド7に帰還する。 テムレーを上官させ、新型機受領のためペガサス級一番艦、通称ホワイトベースは民生輸送艦を装い連邦軍本部、ジャブロー基地から出航する。しかし、そうした連邦側の動きはドズルに察知されていた。ドズルはルームでの破格の働きで左官に昇格していたシャアに、無罪救済新鋭艦、ファルメルを与え、調査任務に送り出す。海戦後もサイド7は、 中立地帯としてのどかなものだった。ところが、ホワイトベースを追尾するシャアは、サイド7が、中立とは、名ばかりの部位作戦の中枢とみなし、6機のザクを強行偵察任務に投入する。実戦配備直前の試作機として、コロニー以外で応戦したベルツ単位のガンダム1号機は、ザク部隊と交戦し、3機のザクと事実上の相打ちとなる。スレンダーは、 シャアの命令に従って、待機の後、報告のため帰還。だが手柄を焦り暴走した新兵人は、再度7内に突入し、無差別攻撃を観光する。アムロもフラウに促されて避難するが、フラウの家族は爆死。フラウに避難を促しつつ、民間人にも容赦なく、牙を剥くジオン軍に激怒したアムロは、父のコンピューターで盗み見していた。 半出作業中のガンダム2号機に登場し、ジーンのザクを撃破。続いて、デニム5丁のザクも返り討ちで仕留める。一度の作戦で5機のザクを失ったシャアは、若さゆえの過ちとして反省する。パオロは、ブライトノア注意に指揮を代行させ、流保性軍曹と共に自ら突撃艇を指揮して、ファルメルを攻撃するが反撃で重傷を負う。サイド7は、 ザクの熱核融合炉爆発で外部への空気流出が深刻化し放棄を余儀なくされる。またホワイトベースの正規クルーは迎撃戦で甚大な被害を出しガンダム2号機のテストパイロットであるケンプ注意も戦死。開発責任者のテムも死亡というありさまだった。やむなく未来が総出しを担当することになり迎撃戦で活躍したガンダム2号機も 現状維持でアムロに扱わせることになる。そうした事態に苦悩するブライトにアムロは反感を抱き、カイやハヤトは自分たちを救ったガンダムのパイロットがアムロだと知って民兵に志願。運悪く戦闘に巻き込まれたセイラは避難民を誘導しつつ、医師の卵やオペレーターとして重宝される。ホワイトベースが素人だらけの状況下にもかかわらず、シャアは艦隊戦を展開させた後、 自らザクで出撃。シャアとの遭遇戦で、アムロは未熟さを露呈しほぼ完敗するも、スレンダー機を撃墜して撤退に追い込む。連邦軍唯一の宇宙基地であるルナツーへ退避すべき状況で、未来はシャアが手持ちの戦力に苦慮していると見抜き、補給阻止作戦を提案。ブライトはガンダムを作戦に投入させようとするも、アムロが拒否。 やむなく竜が率いるガンタンクガンキャノン部隊での作戦実施となる。作戦はほぼ成功。ガデムとの交戦で損傷した海のガンキャノンを除いて、ほぼ無傷でパプア級輸送艦を撃沈し、ファルメル撃沈も寸前となるが、ルナー所属マゼラン級戦艦の妨害に相断念する。ルナーの司令艦ケイン少将は一切の弁明を認めず、 機密兵器の無断使用などの軍規範で、ブライトラを拘束する。一方、シャアもやられっぱなしでは済ませず自ら白兵隊を、率いて、ルナツーに潜入。シャアの部隊の工作で、宇宙港は封鎖され、停電の混乱に乗じて、ブライトラは脱出。シャアの到来を予期したセイラと、アムロは武器を手に応戦に臨む。混乱に乗じて、 ガンダムのデータダッシュを図るシャアだったがセイラに発見される。セイラの妖精で仮面を取ったシャアの素顔にセイラは同様。その隙に反撃し、闘争を図ろうというシャアにアムロも発砲される。結局、シャアの工作でルナ2は戦闘不能に陥った上に撤退を許し、補給阻止作戦から帰還したリュウたちは宇宙港を塞ぐ形で座礁した。 マゼランの撤去作業を行うことになる。そんな中、教え子であるワッケインとの面談中に、パオロ艦長は英民、若者たちに未来を託し、宇宙層に付される。避難民の受け入れも、本人たちの希望で断念し、追われるように、ルナーを出港したホワイトベースは、リード隊員のサラミス級巡洋艦に先導され、ジャブローに向けて発艦だが、未来は、補給を受けた。 シャアの追撃を警戒していた。案の定、シャアは常識外の大気圏付近での戦闘に及び、迎撃戦にガンダムを投入せざるを得ない状況となる。アメロはシャアとの二度目の MS 戦に臨み奮闘するも、機関困難に陥る。シャアは先の補給で受領していたダブルコムで大気圏に突入。クラウンのザク一キと引き換えにガンダムを 大気圏の木図にしたかに見えたが、ガンダムはホワイトベース艦板に取り付いて難を逃れる。だが、シャアとの交戦で座標が狂い、ホワイトベースはジオン制圧下の北米大陸に降下してしまう。北米司令官につくガルマ大佐はシャアと再会して心よく迎え入れる。シャアに鼓舞され、自らドップを買って出撃したガルマだったが、 手追いのホワイトベースの思わぬ抵抗に合う。一方、アムロは、大気圏外で孤立させられた恐怖から出撃を拒否するが、ブライトから殴打された後に失ったされ、さらにはフラウが出撃すると言い出したことで奮起。ショルダーマグナムへの感想を指示し、遅れて出撃したガンダムは、初めての空中戦をものともせず、敵中孤立していたリュウとハヤトのガンタンクを救出し、 ガルマの気構部隊に大打撃を与える。激光したガルマは、ガンダムに迫るが変翼を切り落とされ、さらには、通信が途絶したことで母艦である、ガウ攻撃空母への帰還困難に陥る。ガルマは、奇跡的に帰還するが、通信断絶がシャアによる工作だと無双だにせず部下の、失態をなじる。一方、敵に追われ続け、食料事情にも急する。 ホワイトベース内では避難民たちが放棄し、フラウやかつ、列、キッカを人質として、ブライトに下船させる要望書を持ちかける騒ぎになっていた。未来はそれを利用し、避難民の対比を名目に、ガルマと一時休戦の協定を結ぶ。シャアはこれを良い機会と捉え、ホワイトベースと MS 隊を分断撃破する作戦を立案。対する未来は、もっとしたたかで、 シャアの作戦を逆手にとってガンダムとガンキャノンを避難民を乗せた輸送機ガンペリーに搭載し、キャノンタンク部隊との攻撃作戦を立案していた。攻撃作戦は概ね成功。だが、シャアの率いるザク軍隊がホワイトベースに与えた板でも大きく、ミード湖の対岸に退避しようとしたホワイトベースは待ち構えるガルマの砲撃部隊の餌食になるところだったが、 マチルダアジャン中尉率いるミデア輸送隊の急報で転身して難を逃れる。マチルダは補給物資と引き換えに避難民、負傷兵を受け入れる。レビルの決定は、ホワイトベースは引き続き正規部隊と同様の作戦行動を求めるという過酷なものだったが、ホワイトベースは孤立無援ではなく、命がけで輸送任務を引き受けるマチルダもいた。アムロは、毅然とした。 女性士官であるマチルダに恋心を抱き、フラウに嫉妬される。ホワイトベースは、束の間の休日を楽しめることになり、クルーたちは一部を除きバカンスを満喫する。そんな中、距離が近いアムロは、聖火に残った母カマリアを訪ねる。だが、中米一帯は、ジオンと連邦の制圧権が入り組んでいた。さらにジャブロー司令部から、ホワイトベースに、 ロスアンゼルス奪還作戦の命令が下される。アムロは難民キャンプでボランティアに携わるカマリアと再会するが、ジオンのパトロール兵と交戦。アムロ救出に向かった回、セイラは追われるアムロを救出。一連の再会劇で息子がすっかり戦争に染まっていることを悟ったカマリアは嘆くが、アムロは母親よりも仲間たちを選ぶのだった。ロスはガルマが 本拠地を置く要衝で、ロス市長エッシェンバッハは、表面上バジオンに協力する体を、予想いその実ゲリラと連携していたが、ガルマは、さらにしたたかで、相思相愛の関係にあるエッシェンバッハの例状、イセリナから情報を引き出し、ゲリラ活動をコントロールしていた。パーティでの王勢を楽しむガルマのもとにホワイトベースが、ロスに接近しているという知らせが来たため、ガルマ派が腕、 シャアはザクで出撃。その際、ホワイトベースが廃墟化したコンベンションセンターに身を隠していることをシャアは察知するが、あえてガルマには知らせず効果爆撃中のが上、背後からホワイトベース隊の砲撃を受けさせる。ガルマは致命傷を負い、激光して特攻をも論むも急速上昇した。ホワイトベースは、ま一発でこれを避ける。 生まれの不幸を呪うといいというシャアの言葉で、ガルマはシャアに図られたことを悟るが、時すでに遅く、戦死を遂げる。ガルマ戦死の方は、ジオン側では、迅速に、連邦側では、補給時に、マチルダからブライトに内密に伝えられる。デギンの板では大きく、干渉に浸り、ドズルは月光するあまりシャアを、除隊処分とする。だが、キシリアは、弟の死に、 シャアが関わっていると察知していた。また、議連は、ガルマを静かに弔いたいというデギンの意向を踏みにじり、国葬とすることで、繊維発用の材料に使う。国葬後、急遽、ガルシア・ロメオ少将が指揮する、ジャブロー攻略地上軍の視察に出たキシリアは、部下が、逮捕拘束したシャアに面談する。全く悪びれず、減退復帰を要求するシャアの、手土産は、連邦軍本部。 ジャブローへの突入口の情報だった。その頃、ガルマの仇討ちというドズルからの命令を受けたランバラールは、新衛艦ザンジバルで地球に降下。新型機グフを乗りこなして、ホワイトベースを吸収し、アムロを手玉に取る。他方、ジオンの前線基地が、連邦の新型 MS に吸収され、陥落するという事態が進行していた。両軍が MS を実戦投入したことで、 硬着状態は解消に向かう。そしてアムロ、シャアの戦いも激化していくのだった。ここでは本作の原作となるテレビアニメ、機動戦士、ガンダムとの際を記載する。ジャブローから出発する直前の時点で本編は一旦中断され、シャア・アズナブルとセーラーマスの兄弟の過去を追う形で、原点アニメ版のみならずそれ以外の作品でもほとんど描かれることのなかった。 過去の物語が作者独自の解釈によって描かれている。特に文字設定のみであった、ジオン共和国の成り立ちと地球連邦政府の対立から一年戦争開戦までの流れを初めて一貫して描いている。ジオンズム大君の維持キャスバル、アルテイシア兄弟とランバラル親子との関わり、ザビ家が大君家に代わりサイド3の実験を掌握する過程。 広告性を敷いたジオンと地球連邦間の確執から来る緊張感、キャスワルが広告軍のエース、シャア・アズナブルとなった、経緯、モビルスーツ開発前史、海戦からルーム戦役に至る一年、戦争前半期などのエピソードが描かれる。回戦編、ルーム編は、安彦の当初の構想にはなく、編集部から進められる形で執筆することになった。 主要人物シャーキカの人物、ザビケガルマアダウチ部隊、ラルアダウチ隊黒井さん連星地球方面軍、ホワイトベース隊大型艦ペガサス級の一番艦。もともとは強力な武装も持つ MS 輸送艦として建造されたが、その活躍ぶりにより正式採用され、同型艦が数多く建造されることになった。また、ジャブローへの到着で、ウッィタイラにより、 教襲揚陸艦に改修され、その本来の役所はアバワ空戦で発揮された。初代艦長はパオロカシアス。艦長代理を経て、ブライトのアタイが正式に2代目艦長となる。再度7出航時に、シャータイとの交戦で多くの負傷者、戦死者を出したため、民兵や新兵の入り混じる雑多な部隊となったが、民間人上がりの主要クルーとパイロットが、 ランバラル隊との交戦で、画界寸前となる危機を乗り越えて、ジャブローで任官し、軍人となる。原点アニメ版との明確な際は、スレッガー正体をはじめ、連邦軍人から補充兵が多く加わっていることであるが、彼ら正規兵たちは、WBE 隊が持つ、家族的な雰囲気を理解できず、戸惑う場面もある。原点アニメ版では、 捨て駒や陽道専門といった扱いをさせられているが、本作ではそこまで悪質な扱いはされておらず、重要局面では、官の持つ優秀さで評価され、作戦上重要なポジションを担っている。連邦軍士官と召喚モビルスーツザク以前の MS 成立には、テレビ版大河原公を含めて、数多の描写がなされてきたが、安彦と大河原が、 モビルスーツとは何かといった話にまで踏み込んで考察し、新たに大河原によって MS-01 から04が刷新された。これらは本作オリジナルの設定ではなく OVA で映像化される前から正式にサンライズのオフィシャル設定となった。モビルアーマー鑑定モビルスーツ鑑定戦闘機輸送機連載とは別に公式ガイドブック描き下ろしや 本編完結後の新作描き下ろしなどで短編が発表されている。特別版外編以外の作品は映像版に収録され、2015年2月に角川コミックス AS で第24巻特別編としてまとめられた。通常版の2巻分を1巻にまとめ、連載時のカラーページをカラーのまま収録。ただし、通常版第2巻収録の激闘編1から4は、 指導編5から8と、照明が変更になっている。また、短編のうち、その前夜が、ルーム編に、キャスバル0057、アルテーシア0083、アムロ0082の3作が、巡り合い宇宙編に収録されている。各館の巻末には、アニメーターや漫画家などによる、エッセイイラスト、漫画などが寄稿されている。電子書籍原作におけるシャアとートセイラの、 少年少女時代から一年戦争回戦までを描いた通称シャーセーラ編回戦編を2015年から2016年にかけて全4章構成で公開2017年から2018年にかけてルーム編を全2章で公開合計で全6章の構成となった劇場アニメ機動戦士ガンダム NT 上映時に発行された書籍 ガンダム宇宙世紀メモリアルではアニメ版機動戦士ガンダムサンダーボルトと共にアナザー UC に分類されている。原作者である安彦義和が約25年ぶりにアニメ制作に総監督として関わった。本作はスタッフのおかげで初めてアニメ制作で満足のいった仕事ができたと語っている。自身が手掛けたそれまでのアニメ作品は 満足に達していなかったため、それが要因でアニメ業界から去ったと述べている。MS や鑑定などのメカニックや背景には 3DCG が多用されている。本作は新しいガンダムと称され、フジテレビの目覚ましテレビでは監督の安彦にインタビューを行った。キャストはシャアギレン、アムロ、カイ、ブライトを除きすべて一新されている。 原作最終話の掲載号においてアニメ化を発表。その後しばらく情報公開の空白時期を経て2014年3月20日に開催された機動戦士ガンダム35周年プロジェクトに関する発表において概要を公表した。第1章以降はおおむね年2作ペースで公開された。前述した通り第6章の公開をもって足掛け3年余りにわたった。 アニメプロジェクトは完結した。以下、各章の概要を記載。いわゆる VR 体験用に、ザオリジンアニメ版の一部を用いて、再構成したコンテンツが2つ作られ、本編の鑑賞に、新宿ピカデリーへ来館した客を対象として、ロビーフロアに設置された特設ブースで、期間限定公開された。2019年4月25日より、dmm.com が運営する。 DMM 動画にて配信開始。OVA シリーズ全6章をテレビアニメシリーズ全13話に再編集し、2019年4月から8月まで NHK 総合にて、機動戦士ガンダムザオリジン全夜赤い彗星と題して放送された。機動戦士ガンダム40周年プロジェクト作品。テレビフォーマットへの編集に伴う時間的制約のため、 OVA 版からいくつかのシーンがカットされている。2020年時点で DVD 版などはリリースされていない。スタッフ主題価格はリスト放送局配信ガンダムリジングガンダムザオリジンターゲット UC0079 はアニメ版のスタッフが制作したショートディレクションムービー。YouTube のバンダイチャンネル公式にて配信されている。正式名は機動戦士 ガンダムザオリジンモバイルスーツディスカバリー。機動戦士、ガンダムザオリジンの世界観の中での MS の発展、設定についての交渉企画。いわば、ザオリジン版のモビルスーツバリエーション。略称は、MSD。ガンプラでの展開も行われる。メカニカルデザインは、カトキはじめ、コンセプトアドバイザーは、今西隆。機動戦士、ガンダムザオリジンアニメ版公式サイトと、 月刊ガンダムエース史上にて2015年から連載。一年戦争終結後の宇宙世紀82年にジオニック社を吸収合併したアナハイム社が戦時中の開発資料や関係者の証言からこれまで未確認だったモビルスーツを公表したという設定。プラモデル HG シリーズにて立体商品化もされている。機動戦士、 ガンダムザオリジン MSD ククルスドアンの島は、機動戦士、ガンダムザオリジンの外伝となる漫画作品。ザオリジンでは、未登場であった、キャラクター、ククルスドアンを中心に添えたエピソードとなっている。ガンダムエース2016年8月号から2019年7月号まで、連載。作画、王の順次書籍機動戦士、ガンダムザオリジン前夜赤い彗星に関するカテゴリー。 ありがとうございます。